KATTUN の中丸雄一が28日放送の日本テレビ系週1、毎週日曜朝7時30分に出演、コジャニー喜多川さんによる性加害問題について言及した中丸雄一、ジャニーズ事務所3つの対策にコメント。ジャニーズ事務所は性加害問題をめぐり26日に心のケア相談窓口の開設、外部専門家による再発防止特別チームの設置、社外取締役の3つの対策を発表。この対策について中丸は、これによって全てが補完されるわけではないだろうなと思いつつも、前進の一歩かなと感じています、とコメントした。そして、MC を務めるの中山秀幸が、これまでにもいろんな動きはあったんですか、と同事務所の組織的な取り組みについて質問すると、先代、ジャニー氏が亡くなられる1年前、今から5年前くらいから急速に社内の体制を整える動きはあったと思います。と回答。具体的な例として、芸能界で薬物使用が多発していた時に、かなり早く薬物検査をしたりとか、と説明した。中丸雄一、ジャニーズ事務所の組織体制に言及。また、ジャニーさんが生きてらっしゃる時と今では動きが変わってきてたということですか、と問われると、僕の入った頃というのはジャニーさんとメリー、藤島メリーや少し、さん、この両輪で動いてたんですよ。企業として考えると思い描いてたものを形にするのにものすごいスピードが出るといういいこともあるけど、方向性を間違えてしまうとす、部に失敗してしまうということがあると思うんです。と組織体制について言及。しかし、4年ぐらい前ですかね。そういう決定権が分散されてきて今の現代にあった、会社の規模相応の中身にしていこう、という動きがあるのを、一タレントとして感じてますね、と変化を感じたと語った。最後に中丸は、ジャニーズ事務所に対して、ここ良いな、って思う部分もあるんです、と切り出し、社会に貢献する気持ちが強い会社だと思うんです、とコメント。阪神淡路大震災の際に、6年間ぐらい継続的に募金活動をした、ことや、コロナ禍になってすぐに、国や自治体がまだ手が回らない部分があったと思うんですけど、その時に一企業として小回りの利く援助をやったと思う、と話し、医療物資を届けるとか、そういう姿勢とかは好きなんですよ。一個人としてはそこは誇りに思ってる。そういう部分も引き続き言ってほしいという期待を持っていますね、と話した。ネットの声、ジャニーズタレントの中で一番しっかりしたコメントを話してくれたと思う。いつもそうだけど、自分の意見を入れながら自分の言葉で伝えるのが、中丸くんのスタイルだ。今回の件も自分の所属している事務所のことだが、どこかの誰かさんと違い、逃げることなく誠実に対応していて好感が持てた。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。